ありがとうございます。やっぱりね、もう何て言ってもこの曲が一番この楽器に似合ってるような本当気がしますよね。誰が聴いてもあいいなって思うと思うんですけどね。さて今日は本当にご縁をいただいて来てくれてありがとうございます。冒頭にもちょっと申し上げたんだけど、コロナになって3年余りね、もう例えば東京の人はもう動くな、息もするなっていう時期があったりしてね、そんな時でもね、ここにはね、ポツンと東京から一人来てくれてたしね。そんな、まあ本当にね、まあコロナがもうそろそろね、溶けてよかった。溶けたわけじゃないんだけど、まあね、頑張っていきましょうと。ね、この音楽、生の音を聴いて、お客様心を整えて、元気になって、これからもね、活躍してほしいなっていうことです。さあ、残った時間、あとちょっとわずかなんですけど、宣伝です。私、アルバムがいっぱいあるでしょ。実はね、オリジナル曲がね、結構あるんですよ。恐縮なんですが、僭越ではございますが、私のオリジナル曲をちょっと付き合っていただいて聴いていただきたいと思います。まずはね、優しい感じの曲、これいきます。G スプリング。20年ぐらい前にたまたまこのオカリナに出会って、ね、まあ、このオカリナで出会ったからこそ、例えばコロナの間もね、実はね、自然発生的に何の宣伝もしてないんだけど、オカリナを教えてほしいっていう生徒さんが集まってきてね、教室ができちゃったの、ね、教室がもうできて、月曜日から土曜日までもう各教室回っててね、結構忙しいんですよね。だからね、コンサートとかそういうのはまあ大きく機会はなくなったけども、その教室から上がってくるその、まあ、受講料というかね、まあ、要は檀家さん、お坊さん、人気のお坊さんがね、檀家さん回ったらお布施をいただいてくる、ね、まあ、そんな感じですよね。ありがたいなと思ってね、お金に困ることなくやれたんですよ。だから今はね、ちょっとここでお客様に知ってもらって、お家帰ってから YouTube でね、時々見て応援してくださいねっていう話ね。お金もかかんないしね。さて、この手軽な楽器、私本当ずいぶん軽い気持ちで始めたんだけど、結構この情感が届くんだよね、お客様にね。まあ素朴なんですよね。お客さんもどうですか、やってみたらどうですかと思います。YouTube でね、田村まさかオカリナ講座っていうのを検索していただくと、息の使い方、指の使い方、タンギング、それから、曲を取り上げる場合は、例えばふるさとをやるときはこういうのコツがありますよとかね、そういう感じであります。私の YouTube 講座は使う楽譜とかね、で私が弾いたそのピアノの伴奏なんか無料でダウンロードできます。もう至れり尽くせりです。そう、だから時々やってみたらいいです。それで、ね、
楽器屋さんに行ったら7000円ぐらいで売ってます、あのオカリナ。でちなみに私の楽器、よくなるでしょ、すごいいいでしょ、8000円です、いいでしょあのね、あの思うんだけどですね、あの羽坂駅にテレビなんか見てるとね、まあ、いろんな楽器あるじゃない、ね、芸能人格付けチェックってある、ね、バイオリン3万円のスズキのバイオリンと10億円のストラディバリウス、あなた違いが分かりますかって、ね、10億円買えないですよ本当に、ね、まあね、お客さんも金持ってるか分かんないけど私買えない、もう買えるわけない10億円なんでね。もう一回言います、8000円、ね、いいでしょ、このピアノね、このピアノ1個ちょうだいって言ったらいくらすると思います、これ1個250万円します、このちっちゃいやつですね130万円します、ね、これ8000円、ね、だからお客さんもね、楽器屋さん行ってね7000円ぐらいから売ってるからね、それで、ね、オカリナがいいのは高くても3万円ぐらいかな、まあ金余ってる人は3万円ぐらいの買ったらいいんだけど、あの高いの買う必要ないですよね、私思うに、あの音痴じゃないやつを買ってくださいって。結構ね音痴な状態で売ってるんですよ、ね、だからまああと音痴ならまあ私だったら直せるんだけど、高音が出ないとかね、そうだったらもうちょっと悲しいですね、だからまあお店の方にね、音痴じゃないやつちょうだいって言いにくかったら田村まさかに言われてきたんだって言っていいですから本当に各方面で私だって何回もお金が買ってきて私は調律して使うからいいんだけどね、まあそういうわけで、まあ安心のためじゃないんだけど、受講生にもお分けしてる私と同じ楽器、これよくなるでしょ、これ私はね1個ずつ調律してるんですよね、今何個かあります、1個8000円でお分けしますから、もしよかったらお金でやってみようっていう方にはすごくいいかもしれない、安いしね、そういうわけで、お金で楽しんでいくら、もうあと時間がちょっとない、ちょっとしかないんだけど、これいきましょう、望郷バラードっていう曲を聴いていただきたいと思います、愛ありました、thank you.
とうございます。これね、今日こうやってこの場でね共有できるのもね、きっとなんかご縁があったんですよ。本当に人の縁なんてね、もうかいくぐってつながるんだよね。北海道と沖縄の人が結婚したりね、そんなもんなんですよね。なんか訳があったんです。きっと、これで何かを掴んで帰っていただければいいかな。もうコロナも明けたし、ね、そういうわけで今日は来てくれて本当にありがとうございます。あとはね、時々 YouTube で、つながって見てくれたらいいと思います。まあ4年に1回ぐらい思い出してください。4年に1回ぐらい、田村正和が何か言ってたら ね、よろしくお願いします。さて、今日はありがとう。最後の曲ですけども、夏の終わりのセレナーデお聴きください。ご愛をいただいてありがとうございましたね。あとはね、本当時々 YouTube で応援してください。今日はありがとうございました。またお会いしましょう。田村でした。ありがとうございました。